お前は終戦して何を求める？旋回に飛翔するため？そんなもん口だけだよ。飛翔できる人なんてほとんどいないからね。じゃあ、長生きのため？今、終戦会で一番の死に損ないは、崑崙山の南国仙人。歳は3590歳。研究用人体として生きてる。それでいいと思う？実のところ、この答えはないんだ。バカにしてんの？わっちが言いたいのは、終戦の目的が何だとしても、実現するには、一つの基本条件が必要ってことさね。うん。それはもっと硬い、もっと硬い、もっと硬い。もうやだ、下ネタばっかり。命と修行のことを言っとる。どの段階、どのレベルに達しようが、自然の災いは必ずやってくる。中には、命を落とすような。絶対に生き延びろ。それに加え、人の行為による災いはもっと防ぐに防ぎきれない。慢性命が管理してると言っても、終戦会の犯罪率はまだ高い。邪教は言うまでもなく、大手名門などでも汚い奴はいっぱいいる。とにかく一番重要なのは揺るがない固い意志だ。パワーとスピードがあっても弱い意志につけ込まれ、命を落としてしまっては全て無駄に終わる。よし、明日から正式に修行だ。七つの色で空を描こう。落書きの未来図を描いて、迷ったって泣いたって終わるのだと君は笑った。もしかしたら手つかずの白いキャンバスというなら、何色か輝くか見たい。季節が変わり、2年が過ぎた。帰ったか。うわ、すごい手記。死んだ犬みたいに酔っ払って、またこんな高い選手飲みやがって。家元に借金したな。ああ、俺の今月の手当もおそらく酒代で消えてんだろうな。はあ、薬風呂。オーリクが神殿弟子となってから2年間、毎日欠かさない必修項目である。効果のほどは不明だが、朝の長距離走と薬風呂、この2つの必修項目以外、オーリクは他の弟子と一緒に表明法の等運動で文化の授業も学ぶのだ。数学の論理、異教の方言、九州の歴史、終戦の礼儀、霊剣派はこれを素質教育といい、基礎教育の一環としている。まだ単体期なのに勉強達人になったなんて気に食わないやつだな。一応神殿でしたからね。長老に認められるだけあって、ただものじゃないね。オーブ長老、美人でエロいしね。エロいことも教えてもらってるのか。いや、俺的には美人でナイスバディで自由奔放なカウン長老の神殿弟子になりたいよ。皆さん、
の歴史の授業を始めるよ。嬉しいですか？イエーイ、カン先生愛してる。高等学問九州の歴史のようなつまらない授業に皆さんが情熱を持ってくれて先生嬉しいよ。じゃあそろそろ授業始めるよ。カウン先生の授業に巡り合うために留年しまくった甲斐があったな。今日も誰もいない。前回は輝かしい終焉まで説明して巡り合わせの悪い収支を何名か紹介したよね。さあ次は末法時代。この章の内容はちょっと重苦しいんだよね。蓬莱先祖や明治新人などみんなの知ってる英雄たちはこの章で次々と死んじゃうんだ。末法時代になった原因は未だに解明されていない。なぜならあの時起こった異変が多すぎて記録に残っていないこともたくさんあるからなの。約6000年前の九州天地の霊気に急激な変化が起きた。周氏はある程度の境地に至ると天地の霊気との交流は随時行うもの。上位周氏になればなるほど受ける影響も深く崩れも早い。末法時代の異変は丸200年続いた。その後天地の霊気は枯渇し終戦会は変わり果ててしまった。あ、この部分まともにやってるとえぐいからちょっとスピードアップするね。とにかく周氏の腕前が強ければ強いほど異変にも影響されやすいってこと。千年も戦界で名を馳せた赤音新人も霊気の枯渇が原因で精神の錯乱を起こしてしまった。異変後強引に修行した者は精神の錯乱を起こし赤音新人のようになってしまった。恐れた周氏たちは皆修行を諦めてしまいレベルの高い神宝を使う者もいなくなり、その結果人も減り終戦会最高の気候法も大半失った。次回は万物蘇生の章だよ。ちゃんと予習しといてね。結局後半は死者の名前を読むだけだったな。以前オーブ長老がこの授業を受け持ってた時現実使って当時の状況をそのまま再現したらしいぞ。マジか。知ってる。巨端レベルの弟子までもが気絶するほどだったとか。そんなことよか早く食べに行こう。やっぱ小養蜂の外門弟子食堂だな。当たり前だ。表面法なんか思い出しただけで。オーリクの食事はというと毎回マスコットのように珍しがられていた。さすがにこれにはうんざりしていた。小養蜂の定期券が切れ代わりにオーブが作ってくれたのは表明法の内門弟子食堂の定期券であった。今日のこの破壊力、ラム肉のカエル卵添え、魚ソースのバナナ揚げか、それともシュールストレミングプリンか。龍拳長老が雇った西異人のシェフは家元の住む精神法にちなんで星を眺めるパイという料理を作り家元以下長老たちに振る舞ったそうだ。10個余りの死んだ魚の頭が亡霊のようにパイ生地に刺され長老たち皆もパイ生地と同じ色になるほど驚いたという。チャレンジャーだが死ぬぞ。いつも食べに来てくれてありがとう。あなたが美味しそうに食べてくれると自信がつくの。また新しいメニューにチャレンジしたくなったわ。ごめんなさい、気がつかなくて。いっぱいあるから遠慮なくおかわりしてね。罪作りなやつ。そろそろ女家旅館の料理が恋しくなる頃かと思ってね。豚の隔離じゃなくて、おかみさん。で、修行はどう？進んでる？そっちこそ旅館ほったらかして大丈夫なの？2年前から雇ってるバイトがいてさ、最近まともな料理が作れるようになってきたから時々店を任せてるんだ。よく人を雇うような金。そうか、大根売った金がたんまりあるか。で、お前のゲイトモ君はどう？カイちゃんはただの友達だって。この2年間はずっと手紙でお互いの情報を交換しているよ。カイちゃんは修行1年目ですでに気を体に入れることができるようになったらしい。昨日来た手紙には、つい先日錬器機の七品境地を突破しました。万宝専門はさすが特殊霊魂の理想の修練場所。
余すことなく能力を発揮することができました。修行の喜びを共に分かち合うこともできず残念です。自慢話にしか聞こえねえっての。そんなこと言ったら傷つくよゲイトモ君。まあ確かにそれに比べたらこっちの内門弟子はまだまだだね。一番早い主神でもやっと気を体に入れることができるようになったばかりだし。けど2年間で長距離走しか身につけてないどっかの空霊魂よりはマシか。俺は勉強達人だよ。ちょっとは敬意を払ってもいいんじゃない。そんなこと言ったっていつもいつも口で勝負するわけじゃないんだし。俺様の計画はこうだ。3年錬期、3年蓄気、3年巨炭、10年後金炭新人になり主神みたいなやつに圧勝するつもりだったが。霊剣派はなんで修行前に単体機を入れるの？肉体の鍛錬をなめんなよ。武術まで習得できればさらなるステップアップの土台になるからね。俺が毎日やってる長距離走とお風呂って何？じゃあ私が教えてあげる。ちょうど単体機だし人間界の武術を学ぶのにちょうどいいよ。今後の正式な修行に影響が出ない？安心しな。私が教える術は変に癖がつかないから。拝ませていただきます。やめんか。結構スピードあるじゃん。一応2年間ずっと走りっぱなしだからね。スピード上げるよ。ついてこれるかい？へえ、こんなとこあったんだ。ここは一年中紅葉している不思議な森なんだけど、いいところだろ。じゃあ最初に交流人口を教えてやる。16式しかないからそんな複雑な術じゃない。まず呼吸を整えて気を体内に流し込んで、そのイメージは一匹の龍。どう？簡単でしょ？びっくりしすぎて記憶失ったみたいっす。ふざけんじゃねえよ。気を体内に入れることすら知らない俺に何をしろと。もっと初心者向けの術ないの？バカ野郎、うちで作った飯食べさせてやらない。飯で人を脅すなんて最低。普通なら教えないところをわざわざ。今度山の霊槽を持っていくからさ、気を体内に入れるところから凄技まで教えて。そこまで言うなら教えてやるよ。はい、まずは姿勢を真似してみよう。今時の武術はこんなにも周知度高いの？結構体柔らかいね。腹筋がつる。呼吸のリズムを私に合わせて、私に全てをシンクロさせて体に覚え込ませるといいよ。少しずつ気の存在を感じて、呼吸の仕方が正しければ体内に流れ込む気の動きを感じるはずだよ。感じる。体の中で異様な気流が動いている。全身の筋肉が震えているような感じだ。筋肉に入ってるほんのわずかなエネルギーすら全部絞り出されるみたい。すげえ。体力の消耗が半端なく早え。おかみさんが言うには、朝晩1回ずつ練習すれば1ヶ月も経たずに主神と同じレベルになるそうだ。師匠いないみたいだな。またお酒飲みに行ったかな。あの女につくなんて本当に時間の無駄だわ。いって体が重い。一度に練習しすぎる。うわっ、何これ。やっぱ思春期ってやつかい？起きてんならさっさと起き上がれ。今のはエロい誘惑に耐える特訓。ただ酔っ払ってベッド間違えただけだろうが。え、リクちゃん今から出かけるの？ああ、朝練。何の練習？今日は等運動の授業ないはずだよ。属性武術だ。属性武術？誰に習ってんのさ？山で出会った武術の達人、
2年も修行したのに走りで猿にしか勝てない俺を憐れんで凄技を教えてくれたんだ。それって絶世の美女を前にセックスしないでオナニーするのと一緒じゃん。何が達人だよ。リクちゃん、あんた星を眺めるパイを食べすぎて頭壊れた？あそこの飯知っててなぜ定期券を作った？ここにいた2年より達人といた1日の方がよっぽど収穫が多いわ。恥ずかしく思えよ。そいつ詐欺師かもしれないよ。詐欺師でも腕がすごい詐欺師だ。うるさい。要するにわっちの腕前を信用してないってことさね。その詐欺師をここに連れてきな。わっちが負けたらおもちゃにでも何でもなってやるわ。とまあことの経緯は以上で受けたの。うん、もう帰っていいよ。そう言わないで、砲術を使わずに人間並みのレベルで戦うって。勝てない賭けをするわけないでしょ。あの人が、彼女は何と言っても金丹新人だ。砲術を使わなくても凡人なら余裕で踏みにじれる。おかみさんだってただの凡人じゃないってことぐらい知ってるよ。俺だって師匠と喧嘩するつもりなかったけど、属性武術を教えてくれたやつは頭腐ってるクソみたいなもんだって。おまけに雑で下品で短気で貧乳の男勝りの女に決まってる。こんなやつは男は寄ってこないし、レズパートナーもいない。30過ぎたら基本指とキュウリで時間を潰し、いつか大型犬を飼うかもしれないって。うわっ、今すぐ山に行くよ。今日中にあのクソ女をぶっ飛ばさないと旅館を潰しちゃうわ。指とキュウリで時間を潰し、いつか大型犬を飼うかもしれないって。今すぐ山に行くよ。今日中にあのクソ女をぶっ飛ばさないと旅館を潰しちゃうわ。出てこいよべ。誰だよ、うるさいな。わっちの二度寝を邪魔するのは。さっさと出てこいよべ。はい、レイちゃん、おひさ、どうした。どうしたんじゃべ。てめえが一番わかってたのか。そう聞かれると一番困るさね。いろんなことに手を出しすぎて思い当たることだらけだし。えレイちゃん、生理？私が、あの雑で下品で短気で貧乳の男もレズパートナーもいない、指とキュウリで時間を潰し老後大型犬を飼うと言われたオーリクに属性武術を教える噂の詐欺師だ。え、詐欺師？ああ、あんたがあの達人。いいよ、やろっか。うちらの関係も行き詰まってたことだし、勝ち負けついたら結婚しちゃおうか。この勢い、心臓の働きが急に速くなった。全身の血脈が響いてるような気がする。気を放っただけでこれだけの金丹新人は伊達じゃないってことか。おかみさんは全く動いてない。山のごとく揺るがないと言うべきか。うん、宝物復活。何が宝物だよ、ただの竹じゃねえか、この貧乏師匠が。ああ、負けた負けた。わっちのこと好きにしていいよ、レイちゃん。私じゃないだろ。好きにしていいのはあんたの可愛い弟子だよ。マジ？そうだよ、よく考えたらお前にはめられたんだ。ここんとこ飲みすぎて頭がボケてたのは確かだけど、どうしよう、本当にこいつのおもちゃになるの。いやいや、まだ14歳だし体力もない、きっとテクニックもないし、どれだけ長持ちするんだか絶対つまんないさね。こらー！
なんかいやらしいこと考えてんだろ。とりあえずおもちゃのことは置いとけ。そっかそっか、急がなくってもいいよね。それよりも急いでやってほしいことがある。ん？お願いだから本物の技を真剣に教えてください。リクちゃん、わっちが真剣に教えてないって言いたいわけ？何にも分かってないな、君は。わっちが自分の弟子をペット扱いしてると思ってんの？他のことはともかく、バカ家元と約束したからね。お前を一人前に育てればお金やイケメンはいくらでもくれるって。お金はともかく、クソジジイがイケメンを調達できるとは思えないね。おいおい、一人前にするって話、どういうプランなのか言ってみろや。まずはあのバカ家元がどこからイケメンを入手できるか考えてみよう。やっぱおもちゃになれ。たっくん、この2年間お前が入り続けてきた薬風呂にいくらお金がかかってたか分かってるの？絶対あんたの酒代よりちっぽけだと思う。でも効果が出てるでしょ。レイちゃんなら分かるよね。そうだね、2年前の君は一般人並みの体力しかなかったし、武術の素質は悪くはないけど生まれつきの体質が弱かった。でも昨日技を教えた時、習得するスピードはとんでもなく速かった。きっとこの薬風呂で体質が改善されたんだと思う。マジかよ。修仙と武術のスキルポイントが別ってのは分かったけど、同期の奴らは誰もそんなことしてないぜ。彼らは体質より修仙することを優先しているんだ。君の師匠が体質を改善させているのははっきりとした目的があるんだよ。さすがレイちゃん、わっちのことよく分かってる。2年間ずっと薬風呂に入り続けさせた理由は、お前に無双剣骨の修練をさせるためだ。無双剣骨は金丹レベルの単体砲術。お前の持っている霊魂は空霊魂だから、天地の霊気に対する適応性が強く、何の支障もなく霊気はお前の体内を自由に出入りする。一見得な体質だと思うかもしれんが、必ずしもいいことではない。今の状況から見ると、お前の体内では上後に水のように集まる霊気が急速に吸収されると同時に速やかに失ってもいく。一滴も残さず、要するに霊気を貯めて自分の力にすることができない。わっちの無双甲は奥深いから一言で言えないんだが、この無双剣骨は上後の中に新たな容器を作り、それによって上後の出口を塞ぎ、そしてその容器が新たに霊気を集める働きをするので、錬気の修行を始めることもできる。空霊魂の特性に逆らってはいるが、これならほぼ同じ成果を上げられる。軽運な霊魂として標本になるよりマシだろ。本物の仙人の腕前はないから、ダメ元で自分に合った方法で試していくしかない。わかった。で、あとどんだけ薬風呂に入れば無双剣骨の修行を始められるの？3456万7890回くらいかな。なんだそのデタラメな数字とおどおどした顔は。この薬は時間経つと効果が減っていくから処方を更新しなきゃ。知ってるけどさ、簡単に言わないでよ。この処方に全財産使っちまったんだ。更新する余裕なんかないさね。まさかただの越金潜水油？世間では珍しいものだけど、この霊剣山では処方がちょっと高いだけで、材料はそこら辺にあるよ。オーリクの神殿補助金でも十分買えるはずだよ。レイちゃん、あんた男のためにパッチを売ったね。やかましい。さっさと更新してこい。修行は順調に進み、次の段階に備えて肉体、精神ともに休養が必要なのだそうです。王さん、僕は近々一度山を降ります。都合が良ければ霊系鎮近くでお会いできませんか？はあ、やっぱ全然違うわ、このスーパー薬風呂。全身すっきりした。超気持ちいい。はあ、少なくとも半年分の酒代をこのスーパー薬風呂に使ったさね。
もう終わったの？いいね、別人になったみたい。わかるの？外見変化ないからわかりにくいけど、もともと巨大な潜在能力があるんだ。それをより引き出しやすくなってくるから、この先の修行にいいんだよ。うんうん、それこそスーパー薬風呂の効能さね。なんだいその目は。2年間の積み重ねがなきゃ1回のスーパー薬風呂でこんなに変わるもんか。そしたら次は無双肩骨の番だよな。そういえば入門して2年、わっちの広報体系についてまだ何も説明してなかったな。確かにこの2年間お前は毎日酔っ払って爆睡してたから説明する暇はなかった。お前面白いね。とにかく無双校はわっちが自分で作り出した広報、終戦会では広報は古ければ古いほど強いと思い込んでいる。だからわっちのような自己流の広報はバカにされている。しかしそれは間違いだ。終戦は人によってみんなそれぞれだから、他人の広報はいくら優れていても自分のものではない。自分で考え練り上げ作ったものこそ自分のものと言える。要するに自分でオナニーしても人妻に触れるなってこと？下品かつ生々しい例えだけど悪くないと思う。この無双校は一番わっちにふさわしい広報なの。長年の改善により無双献血、無双献骨、無双献身などを含めて精神検定に劣らず完全なる広報体系になっている。精神検定というのは家元に何千年もの間引き継がれた広報なのですごく奥深い。でもその中身は全く変わってないし、ごく一部特別な資質を持っている修士しか向いてない。けどわっちの無双校は違う。時の流れとともに常に進歩している。マジ？そんなのあり？今のはもう第98班だからね。一番の強みはフレームワークの包容力、かなり強いから好きなように変えても大丈夫だ。新しい発想があったら取り入れる。基本的に年に一度大きな修正をしている。年に一度？適当すぎるわ。でも今のところ九州大陸において好きなように広報を変えられ、かつどんな状況にも対応できるわっちの無双校。お前の空霊魂をカバーできるのはこれだけだ。修行は試行錯誤しながらやっていくしかない。そこで頼りになるのはこの無双肩骨だけさね。霊剣派がなぜこいつを指名して俺の師匠にしたのかだいぶ分かってきたぜ。明日から無双肩骨修行開始だ。悪くないね。まだ3日も経ってないのに、いつかお前も内視法ができるようになれば体内でどんな奇跡が起きてるか自分で確かめることができるよ。何なんだよこの工法。交流人口みたいに10式ぐらいしかやってないのに、なぜこんなに体が痛いんだ。これでできたわけ？そんな簡単にできるわけないだろ。今はまだ無双肩骨の第一段階だよ。けどね、どう頑張ってもここまで半月はかかると思ってたんだけどね。さすが天下の空霊魂ってとこかね。習得スピードはとびっきり速い。全身が痛え。激痛が消えた時、本当の意味で修行の形を固められ、威力を発揮できるようになる。でこの恥ずかしい格好も修行なのか？だって抱えてやったらおっぱい触るだろ。するか。こういう錬気より先に体を鍛えるようなやり方は普通やらないんだ。終戦会ではほぼ前代未聞だよ。体を守る法力はまだ作られていないから、体質の新旧交代が始まるとそのダメージに耐えられないはずなんだけど、この2年間入り続けた越近戦髄雨のおかげでお前の体はその衝撃に耐えられるようになったわけだけど、正直すごく心配したさね。まさか生き残るとは思わなかったわ。無双肩骨の第一段階に入ったってことはもう錬気の修行を始めてもいいってこと？
まだ早いよ。お前の体内にある上古の大きさでは9か10段階ぐらい行かないとダメさね。9か10段階？無双肩骨は何段階あるの？今のところ全部で120段階あるよ。ワッチは103まで行ってるけど、無双甲は常に更新されるものだから、無双肩骨も上限はないよ。適当すぎる。3日間で第1段階だったら1ヶ月後で10段階達成か。そうすりゃこの苦しみから解放される。しばらくベッドで安静にしてなきゃね。食堂にも行けないから師匠自ら料理してあげたよ。感謝するさね。いやオーリックはまた表明法と無双法の間を行ったり来たりするような生活に戻った。昼間は表明法の等運動で様々な勉強をし、夜は無双法で無双肩骨の修行に没頭するという充実した毎日を送っていた。1ヶ月ってあっという間だった。無双肩骨も第3段階まで進んできた。予想より遅いけど、師匠の話によると進み具合は十分早いそうだ。修行は順調のはず。だからうまくいってるじゃん。私に何の用なの？確かに第一段階終えたらそんなに体も痛くなくなった。でもこれは副作用が完全になくなったわけじゃない。痛みに耐える力が上がってきただけだって言ってた。そのまま続けてたら寝てる間にチンチンを切られても気づかれないはずだってけど修行を進めれば進めるほど一つの問題に気づいた。まずこの無双肩骨は属性の追加とか何もないんだ。普通なら熊のパワーとかヒョウのスピードとかを習得できるはずなのに、それどころか最近じゃ走るスピードまで落ちてきた。それだけじゃない。以前習った交流人口の気が脈を走る感じもなくなった。おかしいな。脈はちゃんとできてたから消えるはず。そうか、抹殺現象だ。ハイレベルの武術はレベルの低いものを抹殺するわけだ。例えば君は六葉幽節を身につけたけど、その上に九葉人口を修練すると六葉の特性はそれによって抹殺されてしまう。無双肩骨は千家の後方だから交流人口よりレベルが高い。だから抹殺されたんだ。何なんだこのクソ候補。属性の追加がないだけじゃなく他の後方の属性まで抹殺しちまうなんてけど無双校の凄さはよく知ってるから、交流人口レベルの技が一つや二つ消えたところで問題はないよ。そんなこと言われてもなんかな。それより前弟子にしてもらう話したよね。私？抹殺されずに残すことのできる技とか、おかみさんなら知ってるよね。君はもう仙道の修行が始まってるから私なんかもう用なしでしょ。おかみさんは武術の大御所だから一番頼りになるからね、お願い。まあ君みたいなやつに教えるのは面白かったしね。いいよ、教えてやる。商戦大会で案内人たちが剣に乗ってたろ。五剣飛行という技なんだけど、下等法といって体を軽くすることで走りやすく飛びやすくなるんだ。まあオーブはそんなの興味ないみたいだけどね。だから無双甲には均衡の類の技がない。私が教えるのは属性の均衡武法だから大したもんじゃないけどさ。でも五剣飛行は蓄気機に入ってから身につける技だけど、これから教える技は蓄気機まで十分使えるからちょうどいいだろ。武法の名は天使法。これによって身軽に登ったり走ったりすることができるだけじゃなく、近距離戦の中相手につきまとい俊敏さで勝つことができる。天使法は変化が非常に複雑で優れたバランスと柔軟性が必要とされる。だがオーリクは生まれついての高い能力と2年間の長距離走で作られた基礎を持っている。いいね、たった一日だけでもう随分できてる。あとは毎日繰り返して練習するんだね。またお礼にどっかの峰から霊装を持ってきてあげるからね。
高く売れるよ。はあ、2年前に白金麗大根で儲けた金が残ってればな。で、あれだけの大金全部使っちゃったの？今じゃ旅館の赤字を君にもらう礼装の売り上げで穴埋めするぐらいになっちゃったし、まあいいけどね、お金なんて。とにかく頑張って練習してね。習得したら豚足の煮込みをご馳走してやるよ。あ、そうそう、帰る前に今後の練習相手を紹介しておくよ。え？いつもありがとね。勉強、体作り、武法の修練、トライアスロンのような日々を送り、早2ヶ月。何このラブイオーラは。やった、やったっす。あやお姉様すごいっす。文法、隅に置けないやつ。次は文ちゃんの番よ。ボクシング頑張るっす。文ちゃん、にゃかんねらなデブ。おお、お見事っす。ああ、いらっしゃい。星を眺めるパイ10個できてるわ。今持ってきますね。星を眺めるパイを10個って誰が。ここの料理のファンがいてさ。いや、作ってるシェフのファンだったかな。ナイス、ライバル出現っすか。よし、食ったところで始めるぞ。せーの。残念でした。なんでそんな真面目な顔してる。一体どうしたっていうんだ今日は。何？禁断妖術？嘘だ、こいつ本読めるの？しかもエロ小説じゃなくて修行の古典？本物？待て。よし食え。だから無双校には均衡の類の技がない。私の教えるのは属性の均衡武法だから大したもんじゃないけどさ。でも五剣飛行は蓄機器に入ってから身につける技だけど、これから教える技は蓄機器まで十分使えるからちょうどいいだろ。武法の名は天使法。これによって身軽に登ったり走ったりすることができるだけじゃなく、近距離戦の中相手につきまとい俊敏さで勝つことができる。天使法は変化が非常に複雑で優れたバランスと柔軟性が必要とされる。だがオーリクは生まれついての高い能力と2年間の長距離走で作られた基礎を持っている。いいね、たった1日だけでもう随分できてる。あとは毎日繰り返して練習するんだね。またお礼にどっかの峰から霊装を持ってきてあげるからね。高く売れるよ。2年前に白金麗大根で儲けた金が残ってればな。え、あれだけの大金全部使っちゃったの。今じゃ旅館の赤字を君にもらう霊装の売り上げで穴埋めするぐらいになっちゃったし、まあいいけどね、お金なんて。とにかく頑張って練習してね。習得したら豚足の煮込みをご馳走してやるよ。あ、そうそう、帰る前に今後の練習相手を紹介しておくよ。せーの。残念でした。お前の無双肩骨はそろそろ第8段階に入る。
ここからはワッチの法力と弾薬の力で一気に突破できる。だが弾薬の材料は種か。種か。東運動の薬草の授業で聞いたことあるだろ。それって蓄気機に入ってから使う弾薬の材料だろ。単体機の俺が使っていいの？大丈夫だ。だが問題はお金があっても買えないことだ。星雲砲にだけ入っているのだが、そこはモンパの管理する戦略的備蓄用地で、家元ですら自由に出入りすることができない。でも境地の低い弟子は例外だ。もう分かったろ。7日後の星雲砲試練に参加したい。星雲砲試練、本気ですか？もちろん。俺みたいな天才でもたまには集団活動に参加して同門の連中とコミュニケーションを取ったりする必要があるんだよ。ポイントはそこじゃないよ。試練に参加するのは最低限でも連機機、その下の単体機で参加するなんてありえないよ。しかも単体2品レベル低すぎ。確かに俺は いくら神殿弟子とは言っても身分から言うと僕より上だから、レベル低すぎて連れていけないとは言いづらいな。もうめんどくさい。あの、参加者は連機8屈品のもので、その面倒を見る者はリーダーの僕を含めて2人、いずれも連機6品で、その2人で4人を見るので。それは大変そうだな。俺も手伝ってやるよ。適当なこと言うな。君が一番足引っ張りそうで怖いよ。俺みたいな天才がこんなちっぽけな試練に参加する理由は一つ。なぜ例外かというと、境地の低いものを少しでも励まそうとする心遣いだ。それによって頑張り、自分の限界を打破することを望んでいる。とはいえ、境地の低いものが簡単に取れるものではない。だが正当な理由でワッチが召喚されれば。今足りないのは時間のみ。7日後の試練は俺のショータイムにしようぜ。護身用の武器？ああ、確か君にちょうどいいのがあったはず。どこだったかな。あ、あったあった。名剣派の弟子なら剣は定番だよ。この守備難剣を貸してあげるよ。さすがおかみさん、気前がいい。ついでに剣法も教えてやるよ。ますますありがたい。君なら7日の準備期間で十分習得できる。オーリク？一応神殿弟子で、自分より身分が高いので断るのがちょっと。好きにさせろ。え？でも龍剣長老。彼が行きたいなら好きにさせろ。君は他の者の面倒をちゃんと見ればいい。彼のことは放っておきなさい。はい。面白い剣だね。うん、最異人の使う剣によく似てるって言われてる。今度あのシェフに聞いてみよう。君に教えるのは十運剣。この剣法は君のゲイトモ君と深い関係があるよ。カイちゃん？十運剣は雲台帝国で剣術のレベルの高い皇室メンバーによって作られた剣法だ。その特徴は強い防御力と柔軟性。雲台特産の軟剣を加えたらすごい防御力になるよ。2年前の商戦大会、氷風谷で戦うゲイトモ君の腕前を覗かせてもらった。その時彼の繰り出した十運剣は相当うまかった。大したもんだわ。ブリザードマンモスに多少なりとも対抗できたけど、やっぱり属性武術だから無双功とは比べ物にならないんだよね。鹿を手に入れ次のステップへと入った時、おかみさんがベタ褒めする無双功が神の功法か、それともダメ功法か明らかになる。野草や木の実を取ったり、なんかピクニックみたいで楽しそうですね。違うっす、試練っす。何が起こるかいろいろ不安っす。例えばお弁当は出るのかなとか。それじゃあ私が皆様のお弁当を作りましょうか。新メニューで。あー、いや大丈夫っす、いろいろ規則があるっすから。そうですか。別の意味で試練が追加されるところだったっす。龍剣長老と王部長老が仲悪いとは聞いていたけど、まさか弟子にまで無情だとは。商戦大会ではあんなにかっこよかったのに、2年間の無双法暮らしで頭おかしくなったか。はい、どうぞ。カウン長老、何か問題事でも？問題っちゅうか、
うちのゼミに来てる3人組がね、もう全然単位取れてなくてさ、このままじゃ外門弟子を剥奪されちゃいそうなのよ。はあ。そこで今度の星雲法試練に参加させて少し単位取らせようと思ってさ。カウン長老の頼みですが、これ以上人数増えると面倒見るものが。それなら大丈夫。その3人用に1人面倒見る人用意したから。それなら。7日後の試練どうなるんだろう。ちょっと怖いかも。遅くなりました。カウン長老に頼まれ私が面倒を見る3人です。リョウです。ソンです。エンと申します。まだ1人来てないけど待つ間自己紹介しとくか。そうだな。みんな集まってくれ。今回の試練のリーダー学運と言います。皆さんより何年か前に入門し今のレベルは錬気6品。私は学栄、学運と同じ年に入門した。同じく錬気6品主審です。僕氏文法って言うっす。学慶陽です。文一と申します。君たちあまり見かけないけど。文法さんたちと同じ年に入門した外門弟子です。ああそれで。キャーかわいい。君は見たことない服だな。王中と申します。これはその洗いすぎて変色してしまいまして。靴は？間違って女性用が配給されたんですが履き心地がいいのでこのまま使わせてもらっています。まあ不便でないのなら構わないが服は正しいものに変えてもらいなさい。はい。バカ野郎、服は自分で染め直したんだ。他の奴らと同じじゃ目立たねえじゃねえか。それでなくても野郎は赤と白で目立ち上がるし負けらんねえんだよ。よう、オーチュー、久しぶり。ボッチャマ、ち、遅いですよ。悪い悪い、山でクマとウォーミングアップしてきたんでね。クマ？全員揃ったようなので、これより出発します。僕は先頭で道を案内して、各A は一番後ろで、皆に目を配っているから、他の人はレベルの高い順に並んで。俺一番前。あの神殿大丈夫なのか。言い出したら聞かないんだよ。では皆さんしっかりついてきてください。これは霊剣派の先祖が奥義を使い空間の一部を切り取りつなげたもので、オーリクが使っている祝地陣はこれのミニチュア版である。弟子たちの試練の場として使われるところでは主に希少な植物の栽培や低レベルのモンスターを育てている。さあ着きましたよ。今回の試練は5日間のプログラムだ。コースは望月国を通って青龍峡へ入り錬火地から戻る。その間薬草の採取は自由。ここには砲術禁制があり安全ではあるが、何年かに一度死傷者が出るような事故がある。皆さん必ず僕と各栄の指示に従ってください。さあ行きましょう。生き返るでござる。それお。なんじゃね、あれは。め、手紙だと思ってくだされ。わしらはこの先北へ向かうでな。お主とはここまでじゃ。
いやここまでいろいろお世話いただき感謝でござる。良い旅を。薬草を採取する余裕なんてどこにある。リーダーについていくだけで精一杯だわ。なんてスピード出しやがる。ずっとこのペースで行くのか。勘弁しろよ。こっちは好きでやってんじゃねえんだよ。やっぱり新人だな。この程度で息が乱れると。オーリク、僕のスピードについてこられるなんて。神殿は伊達じゃないってことか。あとどのくらいかかりますか。どうした、もう疲れたのか。じゃあちょっと休憩しよう。まあ所詮新人だから修行が足りない分実力の3割ですら出せていないか。しかしカウン長老にねじ込まれたというこの3人ひどいな。さっきの話だと望月国を通って青龍峡に着くまで3日以内って計算してる？ええ、そうですが。こんなちんたらしたスピードじゃ3日間でつけないぜ。まあつけなくはないけど、睡眠や休息を取らずに走りっぱなしならね。もちろん皆のレベルだと連日休まずというのは無理です。時間を稼ぐにはスピードを上げるしかない。一日で青龍峡までたどり着く自信があるなら2日間遊んでも構わないぞ。元気が戻ったみたいだね。スピードアップするよ。前よりさらに速くなってる。リーダーのガクンは錬気6匹、同じ錬気機なのにこんなに差があるのか。さっきまでぐったりしてたのにまたやる気を出せたか。極限を突破して修行の成果を十分に発揮できれば自分の実力も上がる。それが試練の目的。家元、こちらでしたか。七長老より便りが届きました。あと一月ほどで到着するとのことです。諸国を巡ってきた旅の土産話が楽しみだな。そうですな。わしとしても星雲峰の管理を託されたが無事に返すことができる。な、あれ、最近星雲峰に関して不安になるようなキーワードを聞いたような。なんだっけ。みんなよく頑張った。休みを取りましょう。このスピードを維持していけば予定通り進めそうだ。あのリーダー、そろそろお昼すけどご飯はどうするすか。ここにはいろいろな果物や野菜が豊富にあります。お腹いっぱいになるまで好きに食べていいよ。なあ、関翔か見つけたっす。あっ、苦。話は最後まで聞くように。果物などの種類が多いゆえ皆にとってここは初めての場所。全体の1割知っていれば大したものです。腹ごしらえできるかどうかは薬草学の成績次第ということです。今取ったのは石消化ではなく石経過だ。食べるには3つほどの加工が必要だ。ちなみに皆さんの薬草学の成績は。僕ちん初級薬草学 C プラスっす。初級薬草学の B です。私は初級薬草学 A です。初級薬草学 C マイナス。お、仲間がいた。俺たち3人とも初級薬草学 C マイナスです。中級薬草学 A。 中級の A、 すごいね君。僕の2年目の時よりずっといいよ。そんな大したことじゃ。ま、初級 C マイナスよりは。ほら遠慮しないで、
これ全部食べられる上に美味しいものを選んできたよ。そんなことできるんすか？プロ級薬草学 A プラスにとっては造作のないこと。プロ級？2年で？それ以上聞くな。プロ級ぐらいで驚かれちゃ冗談にもなんねえよ。ぐらいって？お茶を飲む程度の時間でちょいと点数稼いだらいつの間にやらってやつさ。あと差異通用語一つでプロ級の A プラスは6つになる。このあと試験受けて合格すれば博学の称号を手にすることになる。噂になってる天才神殿ってもしかして？天才って大げさだよ。ただの勉強達人さ。実はこの2年間門派の掟に束縛されない神殿弟子として毎日長距離走と薬風呂以外に全くやることがなかったため勉強で時間を潰すしかなかったのである。いただきます。さあ君たちも遠慮しないで。ありがとうございます。ありがとうございます。王中、お前いつからそんなに大食いになったんだ？なんだよ遠慮なんかしないぜ。施し物を喜んで食ってんじゃねえよ。え、いや、今言ったの俺じゃないし。うん？オーリク貴様か。俺の女の子人気が下がったらお前のせいだからな。ざまみろ。やっぱ肉がないと腹いっぱいにはなんないっす。俺が狩りに行ってやるよ。本当っすか？この山にはたくさんの動物やモンスターなんかもいるだろう。待ってください。この山の動物やモンスターは勝手に食べられないんですよ。え、それって鑑賞用ってこと？ここは星雲峰ですよ。2級のモンスターなど普通にその辺をうろちょろしてます。2級のモンスターと聞いても冷静とは。さすが神殿。ごめん、九州のモンスター生態学は単位少ないから受けなかった。二級モンスターってどんなレベル？受けなかった？勉強達人はそれでいいの？二級モンスターの実力は単体の頂点から錬気の一品くらいまでです。我々のチームのレベルとそんなに変わらないけど、 2,3 匹一気に来たらもう戦う術がなく僕の援護のもとに逃げるしかないのですよ。ん？なんか来たぞ。ガクン、何かが近づいてる。私が仕込んだトラップ龍雲子に何度となく引っかかってきたけど反応はそんなに強くない。大型のモンスターじゃないと思う。だが気をつけないと。試練には生じなす。おいおい、そんなに急いで砲術を出したら余計目立つじゃないか。みんな慌てるな、この俺様が守ってやるから。さあ君たちも遠慮しないで。ありがとうございます。ありがとうございます。ん？なんか来たぞ。え？ガクン、何かが近づいてる。私が仕込んだトラップ龍雲子に何度となく引っかかってきたけど反応はそんなに強くない。大型のモンスターじゃないと思う。だが気をつけないと。試練には生じなす。おいおい、そんなに急いで砲術を出したら余計目立つじゃないか。みんな慌てるな、この俺様が守ってやるから。貴様が相手か。おかみさん直伝の十運拳受けてみるか。防御庫1級4品、人に懐きやすく攻撃性なし。喜ぶと目が赤くなり牙をむきます。主にペット用です。もういいでしょう。試練には生じなしって言ったのは誰？いや、そのこいつ見た目可愛いけど殺気を隠してるだけかもしれない。道場は禁物だよ。もう危険はないから休憩を続けてください。新メニュー作らないとダメかしら。
錬機器最初の段階の修士は一日の鍛錬で普段蓄えた潜在能力を発揮することができるようになる。学研雄はこのわずかな時間で人工術を習得し、自分と妹、分院を守っている。おデブちゃんもある程度俊敏になったし、主神も力量のコントロールが上手くなった。王中は期待していなかったが、理由は知らんが、オーリクへの対抗心からか成長している。しかしこの3人は心底情けない奴らだな。カウン長老がねじ込んでくるのもわかるか。オーリク、いつも僕の横にいたのに。なんだその汗。ちょっとみんなストップ。す？天才神殿といっても所詮は単体、術で様々なことをコントロールしている修士のスピードにはかなわないよね。規定上試練に参加する者は全て自己責任。とはいえ放っておけないから僕らのような者が手助けをするのだが、彼は何と言っても神殿、自分で責任を取るべきと言って、このままでは、学者、今のペースじゃ俺ついていけないかも。だからこういう時はノロマな鳥は先に飛び立つ。はっ、ガクちゃんたちが休む時に俺は前に進む。青龍峡で待ち合わせしよう。いや、そんな無理ですって。大丈夫だ、分院の持ってきたモンスター図鑑で勉強した。大丈夫じゃありませんよ、知識こそ力なんて通用しませんからね。僕たちはすでに暴月国に入っているんですよ。各兵の援護がなければ僕一人では皆の安全は保証できない。単独行動など無駄死にするだけです。安心したまえ。そりゃ王中様、何か来るぞガクン。危険か。ここは俺に任せてください。はさあ出てこい、この王中様が退治してやる。あ食獄園、え、あいつらは。ポケットするな。囲まれた、私の竜雲子ではこのデカさに対応できない。ガクン、試練は中止だ、僕が食い止める。各兵は。This is how their story ends, but their legend lives on in the hearts of those who remember their feats and are grateful for their courage and sacrifice. And they know that despite all the trials and tribulations, they will always find the strength to become heroes if necessary. As time passes, as the wounds of war begin to heal, Edwin, Aldrich, and Gregor feel that the time has come for new beginnings. The city is recovering, and the inhabitants are gradually returning to their normal lives.But for our heroes, ordinary life no longer exists. They decide to embark on new adventures together, exploring the world beyond Alestria and helping those in need of their help. Their friendship and strength have become not only weapons against evil, but also a source of inspiration and hope for many. Back in the saddle of their horses, they travel through distant lands, helping those suffering from war, disaster, or tyranny.Their adventures become legends, and their names are immortalized in history as a symbol of goodness and justice. And while their journey may be long and fraught with dangers, they know that with friends by their side, they will be able to overcome any challenges and find meaning and joy in each new day. And so their legend continues, forever living in the hearts of those who believe in the power of goodness and the power of friendship.With the years that have passed since their adventures, the legend of the heroes of Alestria has remained alive in the hearts of the people. The memory of Edwin, Aldrich, and Gregor is passed down from generation to generation, becoming part of the history and culture of Alestria. In the city where it all began, a monument is erected dedicated to the heroes whose deeds saved the world from horror and destruction. People gather at its base to remember those who fought for their freedom and well-being. Thank you.
Many stories and legends tell of the adventures and exploits of the heroes, and the places they visited become holy places where fans come to honor their memory and be inspired by their example. But the most important thing that lives on is their legacy of kindness, wisdom, and fortitude that continues to impact people's lives. Though the heroes of Alestria may have gone, their spirit remains with us, reminding us of the importance of believing in goodness, friendship, and courage. A new chapter of eternal friendship life continues in Alestria, and the memories of the heroes grow even brighter with time. But even after the years that have passed since their adventures, the bond between Edwin, Aldric, and Gregor remains unshaken. In the evening, under the starry sky, they come together again to reminisce about their adventures and share their life stories. And while their appearance has changed over the years, their friendship remains as strong as it was in the days when they first hit the road together. They know that regardless of distance and time, their souls are bound forever, and their adventures will remain in their hearts until the very end of time. And together they continue their adventures, exploring the world and overcoming all difficulties, knowing that with friends by their side, it is impossible to become a real hero. Over time, it's time for new generations of heroes. The great feats of Edwin, Aldric, and Gregor remain in history, but now the world needs new protectors and true friends. New heroes take their place, ready to defend Alestria and explore uncharted lands. And although they may not know the stories of the old heroes, their spirit lives in them, inspiring them to feats and good deeds. With each new adventure, the world becomes brighter and more beautiful thanks to those who are ready to fight for their neighbors and friends. And in this never-ending saga of friendship and courage, the story of Alestria continues to unfold, filling everyone's hearts with the light of hope and love. After many years, when distant generations have forgotten the names of the heroes, their spirit remains alive in the hearts of those who glorify Alestria. Their exploits have become legends, and their names are intertwined with the history and culture of this earthly land. In each new generation, their stories are told and their images are immortalized on canvases, in poems, and in songs. Eternal gratitude fills the hearts of those who know that through their sacrifice and courage, Alestria preserves her freedom and peace. And although time is inexorable and generations come and go, the memory of the heroes of Alestria remains unchanged. Their story lives on in the hearts of those who believe in the power of friendship, loyalty, and love. And so, their legacy stretches through the ages, leaving its mark on everything that surrounds them and reminding everyone that even the most ordinary people can become heroes if they need to. Centuries later, when past events have become only part of ancient legends, their names remain alive in the hearts of those who glorify Alestria. The characters Edwin, Aldric, and Gregor have become symbols of kindness and courage, and their stories have been passed down from generation to generation, inspiring everyone who hears their names. Their exploits remain in people's memories, and anyone who learns their story finds something in it that concerns their own lives and beliefs. The greatness of their deeds becomes a symbol of hope and light in the darkness, reminding us of the power of good and love in a world where evil is always present. And although time is inexorable and generations come and go, the legend of the heroes of Alestria remains alive forever. Their souls continue to live in our hearts, and their stories will remain forever told to inspire us and remind us that there is potential in each of us to become a hero if we only believe in ourselves and in the power of friendship, faith, and love. Chapter: New Heroes. Years later, when the legend of the heroes of Alestria has become part of ancient mythology, new heroes are taking their place. Time is inexorable, and the world still needs defenders and advocates of justice. Young and brave, they admire the legendary deeds of Edwin, Aldric, and Gregor, and their stories inspire them to their exploits. Together, they embark on new adventures, ready to overcome all the difficulties and challenges that stand in their way. And although the world is constantly changing and times of change, the hope for peace and justice lives in the hearts of everyone who believes in the power of good. And so, the legend of the heroes of Alestria lives on, inspiring new generations to feats and calling them to search for truth and wisdom that can change the world. Their story becomes a legend passed down from generation to generation, reminding everyone that the power of friendship and true devotion can overcome any dark forces.
And although times may change, the legend of Edwin, Aldrich, and Gregor remains eternal and inspires the hearts of those who believe in the power of light. Chapter Eternal Memory. Many years later, when even the most ancient legends become part of a forgotten past, the memories of the heroes of Alestria linger in the hearts of all who glorify this great world. Their names become a symbol of strength and valor, and their feats are an inspiration for all who strive for the best. The monument erected in honor of the heroes stands firmly and unshaken as a symbol of eternal memory. People come to him to honor their names and remember that thanks to their courage and self-sacrifice, Alestria remained free and prosperous. And although time is inexorable and the memories of the heroes fade, their spirit remains alive in everyone who continues to believe in goodness and justice. Their stories are told over and over again to remind us that even the most ordinary people can become heroes if they believe in themselves and in the power of friendship, loyalty, and love. Chapter Memories and Hope. Centuries later, when past events have become only part of legend and myth, the memories of the heroes of Alestria remain alive in the hearts of those who believe in the power of good and light. Their names become a symbol of hope and inspiration for all who seek a path to justice and peace. The legend of the heroes lives on in songs and stories passed down from generation to generation. Their feats remind us that even the most ordinary people can do great things if only they believe in their own power and stand on the side of good. And as times change and new challenges stand in the way of peace, the memory of the heroes of Alestria remains unshaken. Their story reminds us of the power of friendship, loyalty, and courage that can overcome any obstacle and bring light into the darkness. Centuries later, when the last traces of ancient events have faded from people's memories, the story of the heroes of Alestria lives on in the souls of those who seek inspiration and hope. Their names become part of the heritage of this world, and their feats are passed down by word of mouth as an eternal symbol of strength and courage. Monuments erected in honor of the heroes stand firm and unshakable, reminding everyone of their valiant deeds and self-sacrifice. People gather at their base to remember that it was thanks to them that Alestria remained free and whole. And although times change and the world undergoes change, the story of the heroes remains unchanged as an eternal symbol of goodness and justice. Their story lives on in each of us, reminding us that even the most ordinary people can do something great if they only believe in themselves and follow their hearts. Centuries later, as times have changed and new generations have taken on the role of protectors of Alestria, the memories of the heroes of the past remain alive in the hearts of all who dwell in this world. Their history has become part of the fabric of this world, and their legacy continues to inspire and strengthen those who follow their path. New heroes continue to follow the old examples, fighting for peace and justice in their time. And while the challenges and obstacles may be new, the spirit of the heroes of the past lives on in each of them, a reminder of the strength and wisdom that can overcome any obstacle. Chapter The Legacy and the Way Forward. Centuries later, when times have changed and new generations have taken on the role of protectors of Alestria, memories of the heroes thus, the legacy of the heroes of Alestria continues to live on forever, filling the hearts of people with hope and faith for a better future. And their history will live on even when the last traces of time are erased from memory as a symbol of strength, goodness, and wisdom, which is glorified forever. Chapter Eternal Memory. Centuries later, as times have changed and new generations have taken their place in history, the memories of the heroes of Alestria remain alive in the hearts of all who glorify this world. Their names have become a symbol of strength and valor, and their feats have become an eternal source of inspiration. Monuments erected in honor of the heroes stand firm, reminding everyone of their valiant deeds and self-sacrifice. People come to them to remember that thanks to them, Alestria remained free and peaceful. And although time is inexorable and generations come and go, the story of the heroes remains alive forever. Their spirit lives on in each of us, reminding us of the power of friendship, loyalty, and courage that can overcome any obstacle and bring light into the darkness. This video ends. Don't forget to like and subscribe to the channel. Thanks for watching, and see you next time.